市が、警戒レベル3という高齢者等避難、その情報を、発信をしたというので、今、発信をしました。市から学校へと開設を要請します。発令の方が出ましたので、避難所の開設の方、お願いします。はい、学校の方はですね、これを受けて一応被害状況の確認ということです。今のところその学校に何か影響がするということはないということを想定をします。学校の方から避難所としてこちらの方を開設させていただいてもよいということで、市の方に連絡をいただくということになっています。避難所運営班というのは三田市の危機管理課の方に避難所の鍵とかですね、車の鍵とかもありますので、それで番号等確認をいただいて鍵を持ってこちらの方に来るという、そういう流れになっておりますので、よろしくお願いをいたします。で、今から福祉避難所の開設の準備に当たっていきたいというふうに思っております。はい、では今からですね、準備ですので、福祉運営班、今日は123一応これで、訓練の方すべてメニューの方終了しましたので、一旦終わりとさせていただきます。で、次は工業の方に移らせていただきたいと思います。皆さん、中心の方へ
お集まりください。で、最後ちょっとお一人ずつ一言でも結構ですので、感じたことをちょっとお伝えいただきたいなと思いますんで。日数経ってきたら、やっぱり何か、やっぱりそのしんどく、プライバシー守られてて、しんどくなりへんのかなと。ここでいるときにこう気をつけること、留意することみたいな、うん、はいはい、そういうのを最初に配ってみてたら、なんか、あ、こうすればいいんやなみたいなとか、なんか心構えができて落ち着ける。そうやってすぐ声かけてもらえることは安心かなって思います。倍の人数でやってみて、ただそれでも時間が足りなかったりとか準備ができなかったりする部分があったので、みんなで役割分担をちゃんとしっかりして今後とも役立っていきたいと思います。声かけてくださるっていうことで、すごい安心感を得られたかなと思います。あとはテントなのでプライバシーがとてもあって、ベッドとかは何日もいるとしんどいかなと思うんですけど、かなりこの今回の訓練を通して実感が湧いたかなと思いました。実際に避難されている方はもっと強い要望があるんじゃないかなと思うので、まあ、そのあたりも特に福祉避難所というところなので、まあ、命に不安があったりとか障害をお持ちであったりとかっていうところがあると思いますから、できる限り配慮をしていただいて、まあ、できることはできるだけやってあげていただいて、できないことでもね、できないというふうにお断りするっていうのも勇気の一つですので、そのあたりも含みを聞いただいて、今日の経験をできれば部署の中で、他の皆さんにも共有いただけたらなというふうに。